はい、どうも皆さん、こんにちは、ミザでーす。ういうい。つうことで、本日はですね、8周年チケットの使用期限が来ているらしいということで。周年チケット、今年ももらえそうですね。まあ、周年チケットっていうのが何なのかっつうと、まあ、最近だったら毎年、まあ、ここ2、3年かな、毎年もらえてるんだけど、まあ、例えばだけど、撃滅戦の武器とか、まあ、ブレグラの武器とか、まあ、そういったですね、ちょっと集めるのめんどくさい季節限定だよとか、まあ、あと、例えばだけど、マリス武器とか、まあ、ちょっと集めるのめんどくさいけど、でも、まあ、頑張りゃ手に入るんだけど、そこをスキップできますよ。っていう、まあなんか無料サプチケみたいな、なんか無料のゲーム内入手できるサプチケみたいなのがあるんですけど、まあそちらをですね、使い切れない人っていうのもどうやら世の中にはいて、明日までに交換明日の0時までかな、そう、ね、2023年の2月28日の0時までに交換しなきゃいけない、こちらのチケットが、まだございます。はい。ということで、まあ、ちょっと今回はそちら交換おすすめについてということで、まあ、9周年でもね、多少なりとも役に立つと思う。大まかには変わんないと思うんで、まあ、8周年の記念チケも9周年の記念チケも正直変わんねえから、まあ、そこら辺、今のうちに取らぬだぬきの川残業ってやつをしておくのもありなんじゃないでしょうか。はい。ということで、見ていきましょう。ちょっとまとめておきました。まあ、基本的に好きな武器を交換できるんだけど、まあ大体おすすめだよっていう風に言われてるのは、まあこの辺りになるんじゃないかなと思います。ちょっと厳選してるね。まあ次の古戦場が4月、闇古戦場ということで、まあその辺りも少し加味したような状況となっております。はい。見ていきましょう。1本目が、支配の天秤。うん。2本目が、扇抜き。うん。で、3本目がマジェスタス。うん。で、4本目がフェディエルスパイン。5本目がイーウィアビーク。うん、6竜だね。で、ここから、マグナツ、アビススパイン。うん、で、ニーベルンホルン。で、ラストソムハプ。俺は、まあ、この中からとりあえず選んどきゃ間違いはねえかな、つうふうに思ってる。で、ここに空間あると思うんだけど、少し、ここの上3段と下のやつで分かれてる。まあ、どういうことかっていうと、下の方が、こっから下が、植物的ライン。植物的、速攻で強くなりたいっていう人向けが、こっち。で、上の方は、まあ、ここで取っておけば、楽になる。もしくは、なんかマルチ卒業できる。っていうタイプのやつだね。じゃあ、まず左上から行きましょう。支配の天秤。これは結構おすすめできる。で、理由としては、このスキル構成、グラファイトアーツ。まあ、これはいいっすわ。ソウルイコーリティ。装備してる武器が全て異なる場合、攻撃アップと、ダメージ上限アップ。まあ、これ EX 更新で言うと 20%。ダメージ上限は 10% かな。昔はかなり一世を風靡した武器で、EX 更新 20% でダメージ上限も 10% 上がるから超強いっていう風に言われてて、まあ、かなり役立った武器です。まあ、どの編成でもハイランダー編成つって、まあ、支配の天秤で武器のバラケチョの編成を使うっていう感じなんだけど、まあ、この武器をおすすめする理由としては、まあ、初心者向けだね。まあ、かなり初心者向けにシナジーがあるっていうような、感じ。理由としては、アンドユーのこのイベントですね。このアンドユーのイベントによって、10賢者加入用トレジャーセットっていうのがもらえるんだよね。で、ここでもちょっと説明したんだけど、カイムっていうキャラがいるんですよ。10賢者に。10賢者にカイムっていうキャラがいるんだけど、カイムっていうキャラクターもサブメンバージ効果で装備している武器が全て異なるとき、これ同じ条件でしょ、支配の天秤と。同じ条件で土属性キャラの攻撃アップ、防御アップ、ダメージ上限アップ。うん。初心者がカイムと支配の天秤を持つと、めちゃくちゃ強いと思う。正直。序盤、爆上げ、爆上げ、上げ上げ、エブリでいい。はい、バハ武器、支配の天秤、なんか武器ばらけちょう、残り8本みたいな感じで入れるだけでいいので、まあ、かなり簡単に強くなれると思う。まあ、ちょっと今、まあ初心者はこのチケ持ってねえんだけど、まあ、例えば3月に配布された時、まあ、その辺りちょっと喋るわ、まあ、もしくは周年ログインして放置したタイプ、まあ、たまにいます。そういうタイプも世の中にはたまにいる。
なんか、周年チケもらったけど、ちょっと友達に言われて、今グラブル周年であちんだよ、ログインしとけって、とか、無料10連回せってとか言われて、ははオッケーっつってログインだけする。でその後、まあ、1年放置しました。まあ、その後グラブルやらずに放置しましたみたいなタイプの人が、今この動画をふと見た瞬間に支配の天秤を取れる。まあ、もし持ってねえんだったら取っといて損ないですよ。意外と強くなるからね、支配の天秤。な、結構やっぱ昔の編成で、まあ、今の編成に入ってないから弱いみたいな感じの囚われ方をすることあるんだけど、だから所詮ね、この武器を超えるのってリミ武器なんですよ。そう、この武器より上に行くのってリミ武器なんで、全然支配の天秤が楽々強くなったり、することはある。特にフルオートで有効なことが多いですね、この支配の天秤っていう武器は。なんでかっていうと、ダメージ上限アップ 10% あるから。で、フルオートって基本的にアビリティ全ポチするから火力高いんですよね。火力アップアビリティとか全部使うから、火力高いんですよ。意外とダメージ上限アップ、アビリティ、ダメージアビリティとかも全部使うから。だからそのソウルイコーリティっていうアビリティのダメージ上限アップって結構強くて、フルオートとかは特に支配の天秤編成がいっちゃん早いみたいな人も結構いるはず。なので、まあ、支配の天秤がおすすめなのと、あと、マルチが卒業できるっていうのもいい点かな。アヌビスっていうボスがいるんだけど、どこかに行っちゃいましたね、アヌビスっていうボスは。アヌビスっていうボスが、こいつ落とすんですよね、この支配の天秤。で、まあ、こいつ作るの結構めんどくて、アヌビスが、まあ、いっちゃ楽なんだけど、アヌビスってこれ以外にあんま行く目的がないんですよね。副産物に関しても、なんか他のところ行ったら多分出るし、まあ、ここら辺のジークフリートとか芝居たらいつか出るようになるかな。まあ、将来的にも、まあこれの闇属性、あ、これで出るじゃん。これでアヌビスのアニマ出るでしょ。そこら辺考えると、マジで、アヌビスって行く理由ないんだよな。そう。まあ、なんか、支配の天秤以外であんまりこうメインで行くことがないんですよね。となると、ここで取っちゃってもいい。まあ、将来的にね、これね、レヴァンスウェポンってやつがいるんですけど、レヴァンスウェポンってやつ、ちょっと強くないとしばけないんだけど、こいつら、このアヌビスのアニマとか、一戦やったら12個ぐらい落とすんだよね。なんかバグってるってぐらい数字落とすんですよ、このアヌビスのアニマとか。そう。レヴァンスウェポンのやつで、腐るほどアニマ手に入るんで、もうさっさとね、支配の天秤だけ卒業したいんだったら、これ取っちゃうのはいい。まあ、環境的になんか後追いですね。10賢者配布されて、まあ、この武器っていうシナジー、皆無を取るんだったら、この武器とシナジーもあるし、で、この支配の天秤を出すアヌビスっていうボス自体にも、ちょっとなんか、アヌビスのアニマも救済措置がなんか出てきてるし、っていうところで、まあ、もろもろ支配の天秤は結構おすすめできるポイントだな。まあ、9周年チケットを狙ってる人とかも、これは取ってもいいかもっていう感じ。8周年チケットで悩んでるって人も、これ取ってもいいかもっていう感じかな。はい。で次に、扇抜きと、マジェ。この2つだね。この2つは、まあ、似たようなスキル構成。マジェスタスが剣手中で真意中。で、扇抜きに関しては、剣手中の真意中。同じでした。まあ、闇と水だね。まあ、どちらかというと、闇の方が使用頻度が高いかもしれない。なんでかっていうと、水はね、守護スキルがゴリゴリに多いんだよね。そう、水の SSR の無課金武器って意外と、なんか、フィンブルっていうやつがあるんだけど、まあ、神石、まあ、どっちもなんだけど、神石編成で使う武器たちになってるね。神石を使う場合においては候補に入ってくるっていう感じなんだけど、まあ、闇属性って闇属性はあんまないかな。水属性って簡単に守護上がるんだよな、割と。このフィンブルっていう武器が、渾身大守護将、まあ、HP 稼ぐだけであれば意外とこういう武器でも稼げたりするんで、まあ、なんかどちらかというと、まあ、マジェの方が古戦場も近いしね。4月に古戦場あるのかな。4月に古戦場あるって考えると、まあ、闇属性の編成を植物的に鍛えるっていうのが意外と恩恵を受けたりするんで、まあ、マジェスタスの方が基本的にはどちらかというとおすすめっていう感じになってるかな。まあやっぱ剣手って強いっす、これ実際蓋を開けると。最近あんま言われてないんだけど、剣手ってマジで強くて、やっぱ硬い。 HP が減った時に明らかにその防御力だ、食らうダメージの低さを感じるよね。めちゃくちゃ硬いんで、このマジェスタスっていう武器は、
多分お世話になった人は感動してた。俺も出た時最初ね、この剣手っていうスキルは評価高くなかったんですよ。防御力にあんまり重き置かれてなかったから。なんだけど、あのマジェストス強くねっていう風になって、なんか必須みたいになった時期がありました、マジェスタス。うん、まあ古戦場とかも、装備が完全に整ってるっていう人以外はマジェスタスにお世話になるシーンは多いんじゃないかな。200ヘル、次の古戦場の200ヘル、150ヘルとかレベル高いヘルとかでもお世話になりそうな感じがするし、まあこちらの武器たちは結構数が必要、特に高難易度だったら2本3本4本、ね、昔だったらちょっと4本は欲しいみたいな。マジェスタス3本4本高難易度の攻略をする際においては剣手で様子を見るみたいな、防御力を上げて様子を見るみたいなことがかなり多かったんで、マジェスタス4本とか突っ込んでたんだよね。必要本数が多いっていうのも、取得理由に挙げられるかな。まあ、こちらは1本取得したらアヌビスを卒業、アヌビスっていうマルチを卒業できるっていうメリットがあるんだけど、こっちは4本、扇抜きもマジもね、まあ、とりあえずなんか4本あると幸せになれる、使うかわからんけど現状、まあ4本あると幸せになる。必要本数がバリクソ多いんですよね。そうで、この2つのマルチはそれだけ、まあ、この武器だけのために周回することが多いんですよ。そうまあこのマジェスタスを上限解放するためにアニマが足りないよとかになることがない。覚醒レベルとかも追加されてないから、この武器はそうアニマが足りないよとかってあんまりないんですよ。そうこの武器が足りないよっていうことが多いマルチになってるんで、まあフロネシスかな、マルチで言うとフロネシスとどこいるかな、ここだね、フロネシスとフロネシスが扇抜きですね、うん、でティアマトマリスだな、ティアマトマリスのマジェスタス、うん、まあこのここら辺が、まあ、そのためだけに行くことになるので、まあ、結構ちょっと今のうちに交換しておくと楽ができるタイプの、武器になってますね。はい、まあこの2つ、まあ大体この上3枠が大きなおすすめになってる、大枠として。ただ下もあり、うん、最初に言っちゃうんだけど、所詮年に1回もらえる無課金で手に入るチケっすよそう、所詮無課金で手に入るチケなんですよね。っていう風に考えると、その時々で一番強くなるなっていう選択のために選ぶっていうのは悪くない。この下はより取りやすい武器たちになってる、より取りやすい、より植物的な武器たちになってて、ただその代わりまあ簡単に火力が上がるタイプ。上の3つってなんかちょっと尖ってるんですよね。うん、尖ってる。でも下はちょっと汎用性が高くて、どこにでもぶち込んでもいいぜみたいなぐらい、なんならそんぐらいのパワーあふれるウェーポンたちになってるんで、まあ取りやすいっす。まあ、特に闇子戦場が一ちゃん近くで使うから、まあ闇子戦場の前にパワーを底上げ上げ上げエブリデイしたいですっていう場合においては、うん、まあこの辺り取るのもありかもしれないですね。はい、まあ1本目、フェディエルスパイン。まあこれはね、HP が多いほど攻撃力上昇特大。これ加護関係ないんですね。呪職っていうのは加護が乗らないんで。まあ加護が乗らずに渾身で攻撃力上がって、制約。闇キャラの HP が多いほど奥義の余ダメ上昇ということで、まあフルオートとかで奥義をぶちかます場合においては、ここの火力が上がって優秀っていうような感じになってるね。はい。で、まあそれ以外の部分で言うと、まあ例えば奥義、闇属性って結構奥義打つキャラ多いんだよな。ビカラとか、立長とか、まあ結構なんか奥義をバチバチにかますキャラクターが多いので、フェディエルスパインは意外と刺さったりするかもしれない。特にフルオートをメインでやる場合はおぬぬめかな。で、アビススパイン、これも同じ、真意と必殺、 HP が上がりながら、奥義ダメージが上がる。こちらの武器はまあなんか渾身とかついてないんだけど、まあHP が上がるっていうのが何よりメリットかな。まあもっと HP 欲しいよっていう場合においては、ね、アビススパインを使うことが多いし、まあこの武器大体4本とか必要になることが多いので、まあアビススパインとかを取るのは、おすすめできるな。フェディールスパインって2本なんだよね。まああのあってあ2本あったらいいよねみたいな感じで言われるんだけど、まあそこら辺と比べると必要本数が多くはなってるっていう感じ、うん、で次、イーウェアビーク。まあこれはね、速攻性が高いなと思った。
風パ鍛えたいんだったら俺はイービアビークがおすすめになってる。まあ六流武器の中でも特におすすめできるのがイービアビークで、古戦場が近いからフェディエルスパイおすすめっていう感じで俺はしてるかな。理由としてはこの緑の制約、これ強いんだよね。アビリティの余ダメージ上昇っていうのがあって、まあこれの効果がすごいいい感じになってる。イエイイエイイエイいい感じ、イエイ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 いい感じっていう風になってるから、まああの余ダメージ上昇を考えると、まあ結構初心者におすすめもできるんだよね。うん、だからまあイーウェアビークは取ってもいいかなって感じかな。で風属性つながりでラストストームハープ、まあこちらは最大4本とか5本かな、4本とか5本とか必要になる可能性があるっていう武器になってて、まあ必要本数が多かったりするっていう武器、まあ、ただ集めづらくはない、あの他の武器と比べるとね。まあ、なんでちょっと取るのは植物的になんかこう一瞬でパワーをが欲しいよっていう場合においてっていう感じかな。まあこの武器もね、火力大きく上がる渾身技巧2っていう武器で、まああの特に、まあ、3本あるとクリティカル確定するんだよね。3本あるとクリティカル確定するから、まああの3本あるとパワー高いんだけど、まあ1本2本でもフルオートとかだったら相変わらずパワーが高いので、ラストストームハープはまあ強いっす。はい、フルオートとかやるんだったらまあ割と取ってもいい。で、ニベルンホルン、これも同じだね。まあこれも最大4本とか必要になったりするんだけど、まあ渾身技巧2、まあ、これも優秀っすよ。はい、で、まあそんな感じかな。うん、とりあえず厳選してみたけど、まああと他の武器とかもあるけど、まあ俺はこの辺りとこの辺り取っていいと思いますね。はい、まあイベント来るまで、まうーん、まあイベント武器とかもありだけどね、まあこれでいいんじゃないかなって個人的には思ったりします。まあ特にやっぱ上3本は集めづらい、なかなか集めづらい武器たちよ。なかなか集めづれー武器たちで、なんか副産物も絶対欲しいなっていうやつじゃないから、なんかちょっとこう集めるのに虚無感を抱いてしまう可能性が高い武器たちなので、そこら辺をスキップできるっていうのがすごいなんか魅力的っていう風に言われてるね。うん、まあ初心者向けだったら俺本当に10賢者解放セットも来るし、皆無と支配の天秤とか取れるんだったら激うまなんじゃないかなと思ったりする。9周年チケットってどうなんでしょうね。なんかアゴナイズとか取れたりするのかな。取れそうだよね。アゴナイズ取れたらアゴナイズ なのかなわかんないけど。はい、ということで、まあそのあたりは9周年チケが来た時にちょっと語っていきましょうか。まあ8周年チケット明日までに交換になってるので忘れないようにしておきましょう。はい、そんな感じでした。おすすめでした。またお会いしましょう。じゃあねん、バイバイ。